こんにちは、グラス工房タップの福田勝史です。10分水墨画、今回の画題はこれです。秋の花の代表格、萩です。萩、ちょっとしたね、土手とか、そうですね、雑木林の中にもね、生えてますね。マメ科の植物で、細い枝が、たくさん出て、しだれています。葉っぱの形はいろんな品種があってですね、とんがったのもあれば丸いのも、先端に秋になると紫色のね、小さな花が咲きますね。はい、ここに小枝があります。よく見るとね、葉っぱは3つ1組、3で服用という形になっててね、花はもうとても細かいです。あまりね、これを具体的に描くんではなくてね、全体的な枝ぶりをね、面白く描いていきたいと思います。最初に材料のご紹介です。筆は中筆1本、小筆2本、面相筆1本。紙は画線紙半紙台で横置きです。絵の具は花の部分に赤紫、まあ、どんな絵の具でも結構ですけども、私はホルベイン製を愛用しております。その他の材料のご説明はすいません、割愛させていただきます。ご興味のある方はナンバー20の動画をご覧ください。それでは描いていきましょう。左上から右下にしだれる感じで、まずメインの、ね、枝を描きますね。はい、小筆1回水できれいに洗って、水気取って先端に濃墨つけます。はい、左上から1本メインになる枝を描きますね。少し上がってから今度右下にしだれていきます。ちょっと濃くして、描き加えていきます。まあ、たくさん分岐しますけどね、最初はちょっとメインになるものを数本描いて、で葉っぱや花をね描いて、そして後から枝もまた加えていきたいと思いますね。ちょっと曲げて戻しておきますか、1本ね。はい、葉っぱいきますね。葉は中筆水できれいに洗って、水気取って片面に中墨つけ、裏側先端に濃墨です。そして1枚2枚3枚1組、3で服用という葉の形式ですね。1、2、3、この3枚1組で1つの葉なんですよね。1、2、3、南天の葉っぱによく似てます。少し濃くするために中墨はつけずに濃墨だけ先端につけて濃い葉を描きます。はい、少し葉を加えていきますね。葉は根元ほど大きいです。で、先端に行くほど小さい。はい、つないでいきましょう。面相筆に濃墨つけて、茎と葉を傭兵ってね、細い茎でつないでいきます。この辺丁寧に描いておくとね、いいですね。はい、葉の付け根から少し小さな枝出しておきます。そしてさらに葉を描き加えていきますね。いろいろな濃さの葉を描いてくださいね。薄いのもあれば濃いのもある。で、少し丸っこく描いていた方が可愛いですね。実際に私が持ってた枝は少し長卵系、長い葉だったんですけども、まん丸い葉のおはぎって結構可愛いですもんね。意図的に少し丸く描いてます。はい、それでは花いきましょう。赤紫の絵の具水で溶いて、小筆の先端に染み込ませますね。よく染み込ませて先端に濃いドロッとしたのをつけます。はい、でちょん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 と描いていきますね。少し引きながら、
筆のね穂先先端だけ、濃い赤がついてるので、あの一枚一枚の花弁の中にメリハリがあります。あまり説明的に書かずに、大きいのやら小さいのやら濃いのやら薄いのやらを、配置していくって感じですね。で花は各枝の先端部分につきますので、外周部が、赤い花がねつく場所になります。面相符で濃墨つけて、花柄、花と軸とがつながるですね、細い枝が茎が出ます。花柄もしっかり描いていて、そして、適宜花弁も追加していきます。大きい花弁ばっかりではなくて、まだ開きかけつぼみに近い小さいのも描いていきます。そして、先端の小さな葉をね書き加えますね。ところどころね濃い墨でねパンチの効いた黒い葉を書いてください。水墨画ってね乾くと薄くなっちゃうんですよね。ですから今書いているこの時の濃さよりもだいぶ薄くなることを、想像しながら、葉っぱはね、濃い葉も入れてください。はい、ちょっと流れを作りたいですね。右上に上がっていく枝の流れもねちょっと入れると面白いかもしれませんね。こういう流れですね。全体的に枝がねダンスをするような感じに今回ね、構図考えていきたいと思います。少し遊んでる感じですね。自然現象というよりも絵の中に遊びを入れて今回は描いてます。左上にもね、少し紙からはみ出す感じの枝を描いて、下の方も先端少し伸ばしておきます。ほぼほぼね、仕上がってきたので、面相筆でね、葉脈描いておきます。小さな葉ですので、先端に1本入れていきますね。全部の葉に入れると大変なので、主だったものに葉脈ね、先端1本入れていきます。濃い葉っぱ、黒い葉っぱには黒い葉脈、薄い葉には薄い葉脈を入れていきます。署名して落款してハギの完成です。ワンポイントアドバイスです。しなやかな枝を踊らせるように描くのも一興です。はい、ハギの絵が出来上がりました。私の水墨画の師匠がね、構図を考えるときは見た通りに描かないで自分の理想像をね、考えながら作り出しながら描きなさいってよく言ってましたね。それを水墨画とは、夢を描くものだっていう言葉でよく師匠は表現してました。で師匠がね、こうやって萩を描くときにこうやってクリンクリンってねよく踊らせてたんですよね。それを私も思い出しながら今回このね、
萩にダンスをさせるような感じでね、夢を描いていました。この動画が面白かったよ、役に立ったよと思われた方はいいねのクリックをお願いいたします。最後までねご視聴いただきましてありがとうございました。次回もご期待ください。